かわいすぎ注意、平野翔、香港で肉まんに来い。INZMMV 撮影の裏側を大公開。INZMMV 撮影中にアリを探したり、肉まんを見つめる平野翔。平野翔の魅力は、の多面性にあります。彼は単なるアイドルではなく、俳優やアーティストとしての多彩な才能を持ち、常に新たな挑戦に挑んでいます。そんな平野が香港で新曲、 INZM の MV を撮影した際、彼の食への愛が SNS で大きな話題を呼びました。INZM は4月19日に配信され、9月23日に発売されるアルバム、NOAI のリードトラックとして注目されています。この曲は神宮寺勇太がプロデュースしたことでも話題になり、MV はゲームの中と現実世界を行き来する独特な世界観を持つ仕上げ狩りとなっています。香港という異国の地での撮影は、 平野にとっても新たな経験となり、その楽しさと興奮は彼の表情や行動からもあふれ出ていました。平野は食べることが大好きで、新しい国や地域に訪れる旅、その土地の食文化に触れることを楽しみにしています。今回の香港での撮影でも、彼の食への好奇心は全開で、特に注目されたのは香港の肉まんへの関心でした。撮影は早朝に行われ、空腹の時間帯。 撮影セットの一環として用意された屋台の肉まんが彼の視線を釘付け気にしました。しかし、それはただの道具であり、撮影が終わるまでは手を出せないものでした。平野はその場面で肉まんを見つめる姿をカメラに収められ、その愛らしい表情はファンの間で瞬く間に拡散されました。まるで子供のように無邪気に見つめるその姿は、平野の人間味あふれる一面を映し出しており、 ファンはその瞬間に心を奪われたのです。SNS では、肉まんを見つめる平野が可愛すぎる、本当に食べるのが好きなんだな、といった声が飛び交い、その無邪気な姿がさらに彼の魅力を引き立てました。実際、このような日常の一瞬を捉えたショットは、彼がどれだけ人間らしく、そしてファンとの距離感が近い存在であるかを証明しています。彼の食べ物への好奇心や、そのままの姿が見られる瞬間は、 アイドルとしての輝きとはまた違った魅力を感じさせます。その他にも、撮影の合間に見せた平野の姿には、思わずくすっと笑ってしまう場面がたくさんありました。撮影中のスタンバイの時間にありを探していた平野の姿もその一例です。地面をじっと見つめながら何かを探しているかのようなその姿は、平野が子供の頃から変わらない無邪気さを持ち続けていることを感じさせました。彼はその写真を自身のストーリーで、 スタンバイ中にアリを探す INZM 平野章とコメントし、アリの絵文字を添えて投稿しました。これもまた、彼の天真爛漫な性格が垣間見える瞬間でした。撮影の裏側を公開することは、アーティストの普段見られない一面を知る貴重な機会でもあります。特に平野のように自然体でありながら、プロフェッショナルとしての一面も持ち合わせた人物のオフショットは、多くのファンにとって嬉しい贈り物です。 不意打ちでも漏れてるのがすごいダブルピースが可愛いなど、ファンの反応は非常にポジティブで、平野の一挙手一投足がどれだけ愛されているかを物語っています。一方で、同じ撮影現場での神宮寺勇太の投稿も注目を集めました。彼もまた、平野との撮影中の様子を公開し、その中にはカンフーポーズを決める3人の姿や、リラックスした表情を見せるショットがありました。 特に平野が両手を挙げてポーズをとっている写真には、折れ抜けすぎだろショーとコメントを残し、撮影の楽しい雰囲気が伝わってきました。神宮寺が、力抜けてて好きとコメントした写真も、三人の自然な表情が印象的で、ファンからは、すでこのかっこよさ、ポワポワな三人が可愛いいといった反響が寄せられています。彼らの仲の良さや撮影の裏側のエピソードは、 ファンにとっては作品を見る上での楽しさを倍増させる要素となっています。こうした撮影の舞台裏には、普段見ることのできないアーティストの素顔や、彼らがどのようにして作品を作り上げているのかが垣間見えます。香港という異国の地での撮影は、環境や言語、文化の違いなど、さまざまな挑戦があったことでしょう。それでも、平野と神宮寺の2人はその場を楽しみながら、クリエイティブなプロセスを共有し、 時ににには無邪気に笑いいう瞬間もああったに違いありません。撮影がどれほどのプレッシャーやハードルを伴うものであっても、彼らのオフショットを見る限り、その時間を楽しむ心が何よりも大切であることが伝わってきます。また、今回の MV の撮影では、単に美しい映像を作るだけでなく、その中に込められたメッセージやテーマにも注目が集まっています。ゲームの世界と現実世界を行き来するというストーリーラインは、 現代社会でのデジタルと現実の境界線の曖昧さや、その中で自分自身を見失わないことの重要性を描いています。平野と神宮寺がその中で演じるキャラクターは、まさに現代を生きる私たち自身を投影しているかのようです。これらのテーマは、彼らがただのエンターテイナーではなく、作品を通じてメッセージを伝えるアーティストであることを強調しています。香港での撮影は平野にとって新たな挑戦であり、 同時に自分を見つめ直す機会でででもあったのではないでしょうか彼の無邪気な姿や食べ物に対する愛情、仲間とのリラックスした瞬間は、アーティストとしての姿勢とはまた異なる、人間味あふれる一面を垣間見せてくれました。ファンにとっても、このようなオフショットやエピソードは、彼らをより身近に感じさせるものとなり、作品への愛着を深めるきっかけとなります。結局のところ、どんなに華やかな舞台に立っていても、 平野翔もまた私たちと同じ人間であり、日常の些細な喜びや発見に心を動かされる存在なのです。彼が見せる飾らない姿や、仲間との楽しい時間を過ごす様子は、多くのファンに勇気と希望を与えています。香港での撮影はその一例であり、これからも彼がどのような新しいチャレンジに挑んでいくのか、その一挙手一投足がますます楽しみになります。平野翔は、食べることや仲間との時間、 そして新しい経験を通して、これからも多くの人々を魅了し続けるでしょう。彼の物語はまだ始まったばかりであり、これからも新たなページが刻まれていくのです。平野翔の魅力は尽きることがありません。彼の物語がこれほどまでに多くの人を惹きつけるのは、彼が常に新しい経験に心を開き、その全てを楽しむ姿勢を持ち続けているからでしょう。香港での INZM ・ MV 撮影は、 その一例に過ぎませんが、彼の一挙手一投足がどれほどのインパクトを与えるのか、改めて感じさせられる出来事でした。平野は単にアイドルとしての役割を果たすだけでなく、常に自身のアイデンティティや価値観を追求し、作品を通じてそれを表現しています。香港での撮影もまた、自分自身を新たに見つめ直す機会だったに違いありません。普段とは異なる環境や文化に触れることで、自分の限界を知り、 それを乗り越えるための新たなインスピレーションを得たことでしょう。平野の無邪気な笑顔や、何気ない仕草の一つ一つがファンの心に刺さるのは、そこに嘘偽りのない彼の本質が映し出されているからです。特に SNS に投稿されたオフショットは、平野の自然体な姿をファンに届けるものとして重要な役割を果たしています。これらの写真や動画は、彼がどれだけ日常を楽しんでいるかを伝え、 ファンととの距離ををぐっと縮める役割を果たしていますファンもまた、そうした一瞬一瞬を通して、彼との絆を感じ取ることができるのです。平野の肉まんを見つめる姿にほっこりするファンがいるように、彼の何気ない行動や言葉には人々の心を温める力があります。また、平野が見せる多面的なキャラクターは、彼がステージ上で輝くだけでなく、その裏側にも豊かな人間性があることを証明しています。 香港の撮影で彼が示したように、食べ物に目を輝かせる姿や、自然と蟻を探してしまうその純粋さは、彼をただのアイドル以上の存在にしています。彼のこうした部分は、決して計算されたものではなく、彼の持つ本来の人間味が自然と溢れ出ているのです。その一方で、平野の撮影現場でのプロ意識も見逃せません。撮影中の緊張感や新しい挑戦に向き合う姿勢は、 アーティストとしててのの彼の成長を物語っています異国の地での撮影は言葉の壁や文化の違いといったさまざまな挑戦を伴うものであり簡単なことではありません。しかしそんな状況下でも笑顔を絶やさず常に前向きに楽しむ姿は彼のプロフェッショナリズムの表れであり同時に彼の持つ無限の可能性を感じさせます。